ばんは、サウンドハウス営業の高瀬です。今日は会社の仲間と徳島の阿波踊りを見に来ました。あまりの迫力に大興奮。え、この頭ですか？実は僕、黒人の男姫になりたくて。男姫、それは選ばれし者にのみ与えられた奇跡の歌声。男姫に憧れる一人の男性。今夜はそんな彼の心をちょっとだけ覗いてみましょう。電話ありがとうございます。サウンドハウス高瀬でございます。はい、承知いたしました。わあ、プリプリかわいい。あ、これだ。よし、僕は洋楽、憧れの黒人女性ジャクソン・ムーアで勝負だ。まずはアフロヘアで女子力アップ。そして私の心はジャクソン・ムーアに近づいていったわ。もちろん英語も頑張ったわ。 So, I love your hair. Why did you change your hairstyle? チャレンジ。そんな私を見て社長からこんなお声が。メールクイーン。ジャクソン・ムーアにはスペシャルダンサーが必要だぞ。こうして社長リックによるダンスレッスンが始まった。同僚の細谷さん、井口さん、吉田さんが候補に選ばれ、私のために日々レッスンに励んでくれたの。本当ありがとうみんな。まだダメだ。いよいよ総選挙当日。同僚のゆいさんのメイクがスタート。待ってました。セクシーですか？はい、憧れのメイクだわ。嬉しい。セクシーになってきましたね。あら、そう？みるみる変わる自分の顔に感動感激。いつしか男姫のジャクソン高瀬が誕生。美しい。完璧だわ。そして三代目の男姫としてチャレンジすることができました。本当みんなのおかげだわ。では私たちのセクシーパフォーマンスをたっぷりと楽しんでくださいね。